コトルワン、コトルワン、セルビア語、クロアチア語は、モンテネグロ南西部にあるアドリア海に面したマガリクネッタ湾の総称である。湾は時にはヨーロッパ最南部のフィヨルドとも呼ばれ、実際、オリエン山の標高の高い大地から流れるボケリ川が、海に侵食されて川渓谷となっている。モンテネグロの重要な観光地である。古代から湾内には、人が定住し、 中世からの町が良い状態で保存されている。コトル、リサン、ティバト、ペラスト、ヘルツェグノビといった美しい町が、その美しい自然環境と共にあり、主要観光地となっている。湾周囲の陸には信仰の遺産がある。数多くの聖教会とカトリック教会ら、キリスト教,教会、そして修道院がある。観光地である一方、主要巡礼地の一つでもある。 モンテネグロ政府は、コトルワンにベリゲバ橋という橋を架ける計画を持っている。近郊の村落、リサンは、紀元前229年頃にリゾン、ライザンと呼ばれた、イリュリア人の栄えた都市であった。リゾンはその名を湾に与え、リゾニクスシノス、ライザニカスサイナスと呼ばれた。リゾンは、紀元前168年に古代ローマへ従属し、同時期のアクリビウム、アッコリビアム、または、 アクルービアム、現在のコトルはこの頃を初めて近隣都市として歴史に名を表した。コトル、本来はカッタロ、カタアロは中世初期以降要塞化され、この時代を通してローマ化したイリュリア人のダルマチア都市の一つとして影響力を持っていた。後にブルガリア帝国、そしてセルビア王国に統治され、中世セルビア王らの保護政治の下で、 半ば独立した共和国となった。コトル商人の船と重要性は次第に増し、14世紀終わりにセルビアが没落し、オスマン帝国が台頭すると、コトル湾はベネツィア共和国の支配下に置かれた。コトル湾の一部は15世紀終わりにトルコに征服され、ベネツィアはカッタロシを含む南西部を保持していた。トルコ領は17世紀終わりに取り戻され、湾全体が ベネツヤ領はアルバニアベネタに含まれた。二十世紀まで、旧トルコ領と旧ベネツヤ領との違いは明らかであった。なぜなら、旧トルコ領は、正教会信徒が多数を占め、旧ベネツヤ領はカトリックが多数派だったからである。ボケリケは非常に強い感染を持ち、十八世紀には三十世紀を数えた。ワンは、ドゥブロブニクとベネツヤのライバルであった。 19世紀初頭、コトルワン一帯の地方は、ナポレオン・ボナパルトの傀儡国家イタリア王国に、含まれ、後、フランス第一帝政の地方行政区画イリュリア州となり、フランス帝国に組み込まれた。その後、ロシア帝国の支援を受けたモンテネグロ主教皇、ベータル一世ペトロビッチイコールニエゴ州に征服され、1813年に、ワンすべてがモンテネグロに併合された。 1815年、ワンは、オーストリア帝国、1867年以降、オーストリアイコール、ハンガリー帝国に併合され、ダルマチア県に含まれた、1867年以降、1848年、モンテネグロ主教皇、ベータルセ世ペトロビッチイコールニエゴシュ、は、ハプスブルク支配下にある、ダルマチア、クロアチア、スラボニアを統合しようと試み、 クロアチアの番であるヨシップイエラチッチのため1848年革命を戦う要住民たちに助言した。しかし、最初から明白にセルビア統一の立場を取っていたコトルの、住民集会はこれを拒絶した。第一次世界大戦中、カッタロはオーストリアイコールハンガリー帝国海軍の作戦基地として整備され、潜水艦部隊などの根拠地が置かれたほか、対戦中期には、 ポーラ軍港から艦隊主力の一部も移住してた。モンテネグロ王国はコトルワンを手に入れようとし、ロブチェン山から爆撃を行った。しかし、1916年からオーストリアはモンテネグロを打ち負かした。1918年11月7日、セルビア軍がワンに入り、解放者として人々に歓迎された。オーストリア帝国下の住民の 自己決定権受託によって、コトルワン地方は自らセルブクロアート、スロベーヌ王国の部となることを宣言した。1ヶ月のうちに、セルブクロアート、スロベーヌ王国が形成され、1939年には、ユーゴスラビア王国と改名した。コトルワンは1922年に廃止されるまで、ダルマチアの基礎自治体の名前であった。ゼタ州へ併合され、年以降、 ゼタ県となった。1818 18年の統計によれば、地域には29,899人の住民がいた。21,310人は、正教会信徒で、8,589人が、カトリックであった。当時、正教会信徒人口が多いのは、コトル、リサン、グルバリ、ブドバ、ヘルテグノビであった。カトリックが優勢なのは、ドブロタ、プルチャニ、ストリブ、 コトルのコンタダ、ペラストであった。1848年、セルビアのコトル防衛隊は、ベータル二世イ、ペトロビチニエゴ種のクロアチアイコール、スラボニア統合の提案を拒否し、別のスラブ国家、すなわち、モンテネグロと統合する前にセルビアと合致しなくては、ならないという姿勢を示した。1880年における、ボカ地方、ボカコトルスカ、 コトル湾ン地方を指す名称の沿岸基礎自治体だけで人口は以下の通りであった。基礎自治体コトルではクルトレは899人の聖教会信徒に対しカトリック教徒は89人であった。基礎自治体リサン及びペラストではカトリック教徒683人に対し聖教会信徒327人であった。1890年における 母地方のの沿岸基礎自治体だけでで人口は以下通りあっ1900年における、母家地方の沿岸基礎自治体だけで、人口は以下の通りであった。1900年における、母家地方の基礎自治体すべての人口は以下の通りであった。1910年における、母家地方の沿岸基礎自治体のみで、の人口は以下の通りであった。 1910年の調査によると、コトル湾地域には4万582人の住民がいた。そのうち2万4794人が聖教会神と1万4523人がカトリック教徒であった。しかし、同時期のコトル湾沿岸地域には2万2823人の住民がおり、そのうち1万3 0 0人がカトリック。 9331人が正教会に属していた。1918年からコトルワンはセルブクロアートスロベーヌ王国。1929年にユーゴスラビア王国と改名の一部となった。1918年から1922年にかけ、ボカ地方はコトルが別の軍となっていた。1922年から1929年の間、コトルは ゼタ州に1929年から1941年までゼタ県の一部となっていた。1921年の調査によれば、母家地方には36,539人の住民がおり、聖教会信徒は23,777人、カトリック教徒は12,342人であった。1941年4月。 イタリア軍がコトルワン地方を占領した。1943年9月までイタリア領ダルマツヤに併合されていた。1945年以降、モンテネグロ共和国の一部となった。今日、地方の住民のほとんどが正教会信徒、セルビア人かモンテネグロ人を自称であり、11%のカトリック教徒はクロアチア人を自称している。 コトルワン地方は非常に豊富な文化遺産を持つためにユネスコの保護のもとにある。そこにはかつてあったアルバニアベネタの最後の名残である500人ほどのベネツヤ方言を話す人々が暮らす小さなイタリア人コミュニティすらあるのである。1979年一体は地震に襲われ多くの文化遺産が破壊されるか深刻な損害を受けた。 コトルワン地方の住民で多数を占めるのは、セルビア人41.89%と、モンテネグロ人34.68%、クロアチア人7.61%である。3つの自治体がコトルワン地方を形成しており、全体で7万1443人、2003年調査の人口を持つ。宗教別では76%が、正教会、 セルビア正教会11%がカトリック教会に属する。スラブ族は7世紀にコトルワン周囲に定住した。地域はセルビア人とドクレアン人との間で分けられていた。名前が不詳のセルビア正教会教会が13世紀にできた時、最初の司教管区が母家にできた。歴史的には三つの正教会派修道院と百五十の正教会教会が 地域にあり、その多くは今も存在する。コトル、ペラスト、ティバット、ドブロタ、プルチャニ、プラコンハ、ヘルゼグ、ノビ、ブドバでは1910年にはカトリックが多数派であった。ブルーマツ半島とスピチの南端、ストモレからコトルワンとバールキン港にあるモンテネグロ間の境は1910年には孤立してカトリックが多数派を占めていた。 1931年からのセルボイコール、クロアチア系基礎自治体のローマカトリックの国勢調査は以下の通りである。例えば、コトルの都市におけるカトリック教徒の人数は、1910年の69%から1991年には7%まで減少した。ヘルツェグノビでは70%から2%へ、ティバートでは95%から23%に、 減少した。1893年、クロアチアの家、ハーバッキドムがコトルに開館した。1991年、クロアチア人はコトルアン地方で8%いたが、2003年には7.61%になっている。ボケリ・マリネ809、ボーカリスカ・モーネリカ809は、宴会に住むクロアチア人の伝統を保存する目的の友愛組織である。 ワンはいくつかの小さな湾からなり、狭まる水道でつながれ、ヨーロッパ随一の良質の天然光となっている。湾内の入り江は、正式には、川の一部である。非常に猛烈な地殻構造及び、カルスト地形となる過程が、この川が侵食される事態を引き起こした。激しい雨の後、有名なソポトの滝割山とシュクルダで、流水となって現れ、 その他の、よく知られる水源は、ロブツェン山から渓谷を流れていく。湾の最も奥は、ティバト湾、イタリア語名テオド湾、テオドであり、小さな海軍港を持つ。外洋に面した側には、コトル湾への主要出入り口を守るヘルツェーグのビ湾、カステルヌオーオブ湾、コステロヌーボがある。内側の湾は、北西に位置するリサン湾、南東に位置するココトル湾である。 陸に面した側は、コトルの要塞化された、旧市街からさらに遠い西予羽根城まで長い城壁が走る。この様子は風景の中で一目でわかるようになっている。オリエン山にある、不毛の高原に属する栗星へ、栗橋は小さな保留医が複数集まっている。コトル湾の沿岸には、多くの興味深い場所がある。ヘルツェグノビは、聖教会の聖砂場修道院。 その近郊には美しい庭園のあるサビナ修道院がある。16世紀の創建で多くの17世紀の優れた銀細工品を持つ。ヘルツェグノビ東方8マイルにはペラストの町の対岸の小島にベネディクト会派修道院がある。ペラストの町自体は14世紀当時に一つの独立国家となっていた。コトル湾は地中海星と亜熱帯の気候体内にある。 夏季は暑く日照数が多く、秋から冬、春にかけては雨季となる。地中海性気候であるが、広い地方の中では部分的な修正がある。宴会のディナルアルプス山脈の独自性は、コトル湾においては、高雨量の体系となる。オリエン山はヨーロッパで最も高雨量が多い。ちょうどモンスーンのような雨が、季節ごとに広範囲に降り、11月の雷雨は時には、 数日間で2000リットルも注ぐ。8月は、しばしば完全に寒気となり、山火事を招く。大きなカルスト流水の一つ、ソポと湯水は、水の最大の流出量200メートル、S である。この流水は、季節ごとの多様性の顕著な兆候である。ほとんどの時間の水の動きは鈍いが、激しい雨の後は、コトル湾の上部に、20メートルの高さがある、目立った滝が現れる。 ノーウィッキー、ノーウィッキー欠片の気候区分以後の分類。二つの風力発電システムはその生態学上の演技から注目すべきものである。ボーラと白ッコが湾にも吹く。山から吹き降りる強く冷たいボーラは陶器に現れ、離散湾で最も厳しい。突風は1時間で 250km にもなり、数時間で気温を下げる事態となる。ボーラの吹く。 天候状況は頻発するので、船で航行する者は、ボーラが差し迫っているかを示す山頂の雲に注意を払っている。シロッコは、暖かな湿気のある雨をもたらし、激しい雨をも,もたらすので重要である。年間通してシロッコは見られるが、秋と春に常に集中している。ノーウィッキー、ノーウィッキー、ダルマチア、ヘルゼゴビナ、モンテネグロにおける、 月ごとおよび年ごとの降水量変動範囲。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。